こんにちは、みほとけです。いやー、暑くなってきましたね。お梅雨に入りまして、お梅雨のジメジメで髪の毛も冬冬でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は梅雨にね、ちょっと気分を明るくしようということで、身の回りにあふれる仏像グッズを紹介します。ジメジメで嫌な気分も、日常のちょっとしたところに可愛い仏様がいることで元気になりますね。はい、仏像グッズは本当に世の中にたくさん実はあって、お寺の売店とかお土産物屋さんにはすごくってたくさん売ってるんですけど、そうじゃない町の文房具屋さんとか雑貨屋さんにも意外とあるんですよ。はい、1つ目、じゃりん、こちら平岩の仏像ステーショナリーセットです。平岩っていうのはもう仏像のこのシールとか文具を作り出した第一人者と言っても過言ではないんですよ。すごく可愛いのがめちゃくちゃいろんなバリエーションあって、ちょっとしたおはがきをね送る時とか、プレゼントとかの最後端っこにピチってこの仏様貼るだけでちょっと個性アピールできちゃうっていうのもあるし、とにかくね可愛いので、もう自分の手帳とかにも貼りたくなっちゃうんですよ。ほら、この弥勒菩薩が言ってます、これで足りるって。有名な仏像をこのゆるーく色鉛筆でふんわり描いてくださってるんで使いやすいですね。これは JK とかオフィスレディーに流行るんちゃうか。続いて、岡村印刷工業株式会社さんが作っている、こちらも仏像のステーショナリーです。なんとこれですね、みほとけさんがそんなに好きならということで、ぜひぜひということでプレゼントしていただいたんですけども、めっちゃ可愛いんですよ。こんなの子らしいタッチの仏様ですね。キャラクターが全体でもう何種類かに絞られてて、そのキャラクターが全部色分けされてるんで、仏レッドって言ったらこのレッドを千手観音ですし、仏パープルって言ったらこのパープルの不動明王とか、これは奈良の仏様を再現しています。これだけでなんかのアニメになりそう。こう何色の人が好きとかで言う、私はこの紫が好きなので紫推しです。はい次、てれん、私の大好きな地元鎌倉からやってきましたのはこの起き上がりこぼし。起き上がりこぼしってご存知ですか。こういう風に置くじゃないですか。普通こう物はカタンって傾いて倒れてしまいますが、彼はね、どんだけ傾けても絶対に起き上がる、そういった底力を持った起き上がりこぼしの大仏くんバージョンです。これ鎌倉の大仏をモチーフにされてまして、手もちゃんとこう阿弥陀様みたいにグッと手を結んでね可愛らしい。くこれ鎌倉の小町通りっていう商店街、八座っていうお土産物屋さん限定で売ってるんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよね。これもお子ちゃまたちが、あ、頑張れ頑張れ、あ、大きい、続いて鎌倉で手に入れましたこの大仏キャップ。ほら、ここに鎌倉の大仏がいるんです。このキャップおしゃれでしょ。これ街で被ってても全然遜色ないぐらいおしゃれな大仏キャップなんですが、これは鎌倉の大仏の横っちょにある土産物屋さんにもうね10種類ぐらいのカラーバリエで売ってるんですけど、あまりにもイケてるんで買っちゃいますよ。こんなにイケてるキャップ作ってくれてありがとうございます。はい、続いてまたこの大仏つながりでいくとこちら、ドゥルーン、大仏クリップ、反射してて見えねー。あ、これだ、大仏クリップ。これは何だろう、どこで売ってるんでしょう、わかんないんですけど、私の父親が突然送ってくれたんですよ。ありがとうダディ。続きまして、仏像ピクト、シールの不動明王とストラップの不動明王なんですけど、仏像を全部ピクト化させた
おしゃれアイテムになっております。これはあのソロで活動してるアーティストの方が作って売ってるんですけど、こう入り組んだ画像じゃなくて、もうあえてピクト化しておしゃれにシンプルにしてしまったっていうこういうやつなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？なんか子供たちにも人気でそうだけど、普通にちょっとクールにビジネスマンとかがカバンにこうふわっとつけてたら、多分不動明王がカバンについてるってことは商談とかめちゃくちゃガン決まりなんじゃないかなって思います。続いてオテラブハンドクリームインセンスフレグランス。仏像グッズのメッカといえばペリシモオテラブさんです。オテラブさんっていうお寺大好きクラブを社内で結成されているんですが、そこが出してるお寺グッズっていうのはもうね、お寺へのリスペクトの気持ちに溢れまくってて、愛情に溢れる、優しくて、しかもかなり使えるグッズがたくさん販売されております。あのちょっとインセンスが何かわかんないんですけど、これねお香の香りがするんです。お寺に行った時に、ご本堂に入った時にふわっと香る線香とかの香りをまとってるハンドクリームで、もうオフィスとか学校とかで疲れたなって時にこのハンドクリームでこのシュシュシュと言って手を潤して、後にこうってやると、もう仏教2500年の歴史って感じです。そしてもうニセリシモさんの代表商品こちら、ラホツニットキャップ。ほら、あのラホツって大仏様のあのブツブツの髪型を再現したニットキャップ、よし、それになれるニットキャップ。これ一個一個手編みでめっちゃ柔らかいんですよ。クオリティが半端じゃないです、一個一個に対し。それ人気商品なんで速乾しちゃうんですけど、いつも皆さんちょっとネットチェックしてみてください。これあったかいですよ。これからの季節はあまり使わないかもしれないけど、似合ってるかしら。さあ最後です。最後にご紹介するのはこちら、光るブッダマシーン。ではまずこちらを聞きください。めっちゃ可愛いや。光るブッダマシーン専門店っていうのがあるんですよ。これ何かというと、東南アジアの仏教国では家庭にこういうお経を唱えてくれて、かつ仏様が光るマシンっていうのが1台ぐらい置いてあるんですって。でそれでこうお経を聞きながら、それでお経を聞くという習慣があるんですよ。これ決してふざけてるわけじゃなくて、真剣な信仰グッズでして、なんとこの中には、まあ、約60ぐらいの忘れしたのお経が入ってて、キラキラ仏様、これに惹かれて私はもう即購入しました。輸送費も含め4000円ですか。もっと大きくて収録お経、もっと大きくて収録お経が1000とかなるやつはもっと高額でした。はい、これは可愛いと思って、私めちゃめちゃありだと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ということで今日はたくさんの仏像グッズを紹介しました。はい、では今回も見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録のほども、ではまた見てくださいね。ありがとうございました。ナムー。